よし、もし寝ないでくださされてるっけ、いいね。まず、ね、俺日常から一切来ないよ。よし、これで。そうなの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 。ひまりちゃんから配ってもらおうと思います。じゃあひまりちゃん、これあの呼び上げたら攻略できないのに呼んであげてください。サラセーニョさん、多分腕抜きっていうのかなと。配信気をつけてください。配信気をつけてください。あ、そうなんですね。こんにちは、こんばんは。こんばんは、ひまりです。オツです。ヤバトバ遠隔で乾杯しましょう。いや、おかわい。画面見せてくれ。そう、マスポンジの。はい。ルルさん。はい。ひまりちゃんからこれをチェキを受け取ってください。はい。よろしいです。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ通販は別にあるので。で、クリックさん。はい。あっちに届けに行って。あっち側にいる人。あ、ほとんど。ちょっと言って、それで、あ、なるほどね。マシンガン。いや、ちょっと待って、
パンチョしてくれよ、お前。おかしいな、おかしいな、なんかひどいな、マイスマイスおかしいって、これマイスめっちゃいいやん、これ見せてあげたら、こんだけ熱いよ。イエスイエス、ありがとうございます。草薙さんから10杯分、ミッター 18.9% さん、ユーナーさんから5杯分、ケイムラさん、デカチョウさんから2杯分、カラシメクルンさんから、オースケさんから2杯分、シロさんからと、ミナズキマンさんからが私宛てね、その他ですね、ひまりちゃん宛てに、草薙さんから15杯分、ユーナーゼットさんから5杯分、ケイムラさん、デカチョウさんから2杯分、カラシメクルンさん、イショウさんへさん、オースケさんから2杯分、ツータケさんから2杯分、シロさんからと、みなずきさんから5杯分、ますじさんから2杯分、あださんから2杯分、斉藤さんからと、アトランティスのまずさん、まっちゃんじんさんから2杯分、ワポリズムさんから3杯分、メヒさんと、タダデさんと合わせて3杯分、プリッチさんからと、ナルセーヌさんからと、カレンさんから10杯分いただきまして、イエイイエイ、ここにいるよ。ひまりちゃん宛てが今61杯分と、私宛てが24杯分ということで、合わせて6、7、8、9本とりあえず用意しました。一応万が一増えたことも想定して10本分は用意してあるんですけど、9本開けたいと思います。みんなに合わせたい、イエーイ、イエーイ。じゃあ1本目いきたいと思います。この人数だから1本で回りきらないのではという気もしてはいるんですよね。ちょっと皆さんにご協力をいただいて、ね、ではまず1本目いただきます。イエーイ。
一緒一緒、乾杯の前に2本目は嬉しい。あ、そうなの、最近はね、オスとメスがいるんですよ。声一緒一緒、はい。飲んでもいいよ、飲んでもいいけど、乾杯は乾杯でするから。あ、じゃあ待ってます。ごめんね、全員に振る舞うわ、リンも開いちゃってる。そんなの多いですよ。危ない。何杯も来ます。まだ2本目です。9本あります。2本目。え、何本あるんですか？9本。一応10本分の用意があるんで、あとはい、増やしたかったら増やしてもらえる。よいしょ、プリシャンとお会いそれ。言うじゃん、出ないから。これ言うじゃん、これ聞いてるから。あるから、細胞じゃん。うるせえ。はい、皆さんでは、はい、今日のゲスト、ひまりちゃんのためにいっぱいありがとうございます。乾杯。終わらない戦いが今から始まる戦いが。これからまだ序盤戦やってましたよ。ちょっとアインストールしかそんな使ってないから早い。3種類あったから、それを3本ずつにしたんですよね。なので同じ色からいくのがいいかなと思うんですけど、なんかログイン時代してる気がする。ちょっと待って、俺これ何枚も来るの？いや、余裕でしょ。何言はぁ、いける、すごい。ダルさんが。それでお願いします。飲めるようでしたらぜひ。それはシャンパンっすよ。だってね、それ。俺今月ゼロだ。もうちょっとやってくれるんですよ、これ。ぜひ、よいしょ。いや、だって、俺、こっち来るまでに飯とめっちゃ飲んでたんで。よいしょ、俺も出す。あ、それ、あっちに回してもらってよ。ボトルごと。あちらの、こちらのお客様に。どうぞ、飲める方どうぞ。イエーイ。飛んだ。ウィー。そう、これね、ピカチュウのね、グラス。目をかけたんじゃない、目をグラスね。それもさっきなんか別れるっていうからね。割れ物はね。ワボリが飲むところ見てみたいです。知らない人、今日全員飲ました人知らないです。僕たち守られつつ戦うんで。カブリチョウのガツの方向かって喧嘩してるんですよ。ナイさん、お疲れ様でした。帰ります。飲みます。準備がやっぱ無理しなかった。ワンってどうしよう。まだありがとう。まだ2本目。まだいけるらしいです。もうなくなりました。あ、なくなりました。ありがとうございます。はい、ちょっと見てもいいですか？2本目はなくなりました。回します。3本目いきます。イエーイ。シャンパンないからね。シュワシュワです。これでもこれ今3本目までが同じ味で、4本目から3本と、4、5、6、7本目から3本と味が変わるんです。4本目ぐらいからショコラの味がします。混ぜる。3本目行くのいい。なんか痛い感じがする。女の子のシャンパン持ってる。
セット見たい。こっちあの背景入りますが、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。開けました。開けました。開けました。イエーイ。マジでいけるの？生配信ですね。やばいよ。あれマジやばかった。何が？ご主人様がマジやばかった。じゃあこれちょっと決めてる。じゃあ酒じゃない。ご主人様がすげー決めてる。あれこれ手元入んなくていいの？一緒に手元入んなくていいの？これ3分でしょ。入れていい？手元自撮りでもいいよ。自撮りでもいい。自撮り。あの後に10番3万人くらいの10万人設計しない。万年万年かも。あと6個。あ、じゃあ4、7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 、
消します。気にしないで。いや知らんのか、ほとんどしか書いてないから。本当？大丈夫？平気なの？本当米はどんだけしてる？すいません、本当。身体的特徴とか髪型とかであのコメントあったり、ハゲです。即番なんで。ハゲです。ひまりハゲです。今日ハゲてます。やめて。やめて。え、せっかくの話に送られない。やばい人間としてやばいね。ここからいけます。ひまりちゃんに注いでほしい人。はい。行きます。わかんないね。はい。ちょっと取りたい。めっちゃ取りたい。ちょっとだけ我慢。注いでもらうまで。注いでもらってから注いできてください。間違いないです。ひまりさん、はい、あの柳さん、今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。あいつ帰ろうとしてる。今スプラ戦ったら勝てる気がする。すいません、ちょっと待って、帰ります。お疲れ様でした。あの通販でね、ドリンクをいただいた皆さんにはこれだけワイングラスだね。こちらね、席をすごい分厚い人もいますね。席を送らせていただきますので、ありがとうございます。シャンパングラスで3秒で飲み終わります。危険声優バー4年ぐらいやってるんですけど。やべえ、そんな感じする。4年ぐらいなんだ。4年ぐらいやってると思う。そこから待って、充電トイレ行ってます。自分が出るんですよ。そうですよ。充電トイレ、まず今日来てよ。ずっと構えてる。逆に怖い方がいいですよ。購入利益が、捕まりないし、捕まったらトイレに行列で、捕まって家宅捜索受けたらビーナスブラッドが前作出てきますから。宣伝です。宣伝に協力が入れてきた。ちなみにカスタムメイドが全部出てきます。大宣伝。いいねワールドワイドみたいな。まだお酒ありますか？もう開いちゃいますか？5本目いきますか？もう一本行くんかなと思って。ひまちゃんからいただいたんだよ。ありがとうございました。ということで、僕は帰ります。お疲れ様でした。今日はすいません。どうもありがとうございました。何ですか？すいません。やってます。ふざけんなよ。5本目いきます。5本目、4本目、4本目じゃない？それギリギリです。イエーイ、もう開けられる、開けられると思う。成長した、成長した。すいません、気をつけてね、映らないように。そうギリ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 の戦いが。ちょっと待って、俺、マジで聞くんだけど、すいません、これ何本目っすか？5本目。折り返ししてね。折り返しした。もう折り返し。早いな。ほらすいません、まだワコードなんで、ちょっとあのその辺はちょっと対応できないかな。いや余裕っしょ。映らないように。あ、なるほど。あ、返し見て優しい、ダルさんがちゃんと、なんで気遣いのできる。優しい、さすがダルさん。ここまで限界です。知らないっしょ。こっち向く。なんでこっち向く。お前もう、れちゃったよ。ご主人さんも入れて、早く入れてください。もっと欲しい。
どこでやめる？どこまで欲しい？言っても奥まで溢れちゃうよ。言ってひまわりに殺されるの。私ひまわりに殺されるの。私死んだらあの死因ひまわりだわ。すごない。すごない。あー楽しいかよ。いやお酒が美味しいな。素手でね、素手で触れないの。あ、全然余裕、いきます。泣いちゃうぞ。
やっぱあれか、10秒はやりすぎたか。まだ赤があるから草薙さんやりすぎた。これ別に出てますよ。ひまちゃん当て15杯分と私当て10杯分で25杯分だから草薙さん25杯分それチェキの分厚さよチェキの分厚さよ、厚みがおかしくなるよ、そりゃね。先生が、一応結構してるけど見たい、そんなに厚いかみたいな。嫁さんがやってる。もうそればっか飲んでいいっす先生が好きな薄いチェキが熱くなるメイクみたいな腹がで、今日チェキだけでトラフィックが取るらしいよみたいな感じで言ったら薄い、ほら、嫁連れてこいよ。これなんかもう恐ろしいね。あ、カレンさん、カレンさんも恐ろしいことですね。カレンさん、通販でいただいた方のこのくらいの厚みがあるんですけど、全部で、ね、一番厚みがあるですね。カレンさん、カレンさん、カレンさん、草薙さんが恐ろしいことだけど、カレンさんも10杯分あるからね。だいたい一緒だし、15杯分、10杯分え、ちなみに、ちなみに私の想定してた1杯分デッキみたいになってる。あとね、あと何本だよ。バニラのさ、やっぱ何本目？ちょっと待って、時そばみたいに言うから7本目1本、2本、3本、4本今何本目って7何本目って今何時だいって7本目7本目だって、飲まないの飲まないの飲まないの、また味がここから変わります。飲まないですか、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 びしょ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 、大丈夫大丈夫、ふえー、びしょびしょだよ。どこまで濡れちゃった、どこまでびしょびしょだよ。じゃあ待って、びしょびしょメイクっすなんか、なんかすっきりしたところから出てきた人やめた、びしょびしょってどこにかけるの、和包丁だから、だから素直に飲み出したい、ちょっと味が違う、ちょっといただきたい、それはごめんね、多分どこまで、どこまで、あ、痛い痛い痛い、まだ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 痛い、落ちもいい、痛い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 、なんだろうね、マグメイはかけない、これ方甘い甘い、さっき欲しがるんだから、ひまりはまだ俺が欲しいんだもん、ちゃんと言ってごらん、ちゃんと言ってごらん、欲しい欲しいって、ちゃんと欲しい、欲しいな、急に、なんでおっさん急におっさんみたいになって、バカのおっさん、言ってごらん、気づいたら怒らんやつ、前回さ、まあ、運悪くって言い方も悪いけどさ、自分の中の姿文脈入ってくるからこれも白なんですね、だってあれは今自分の手間を見てるし、ちょっとくらいでまだ言ってる、言った最初に中も出てくるみたいにさ、タペとかさ、いじってた中でってなったら絶対外せないですよ、タペは絶対入ってくるから誰だろう、はい、まあね、確かにもっとこれで良かったのに、あ、これ一番うまいです、いや、中にいっぱいちょうだいって言わないと、これ一番うまい、みんな、みんな、ちょうだい、欲しいの、欲しが少し欲
しい。これがないとダメな体になってしまったんだ。もう調教されてしまった。私は落ちてしまったの。決まり調教。メス豚か。メス豚か。猫が入ったらどうする？アルチューって言われてる。アルチュー。ひどい。アルコール調教のアルチューでしょ。ねねねね。アルチューじゃなくてアルキョウとかじゃない。アルキョウとかじゃない。アルキョウとかじゃない。うんこ漏らすってじゃん。これコメント用語でアルコール調教中は入ってる。そうだわ中毒ね。それでなんかハルワとか。あすごいここにいながらもコメントしてるってすごいですね。何このバーチャルだ。すげえ面白い。しょうがない。これじゃあみんなここにいる人は今アルチューですよ。アルチューじゃない。アルチューじゃない。アルチューじゃない。アルチューだから。アルチューだから。アルチューチュー。アルチューチュー。割と余韻ですよね。
結構酔ってるよ。ちゃんと酔ってる。お前、ビールも3本ですったら。そう、ビールさん。ビールペースで行ったら。仕事中に割り手が入ったんですよ。そう、え、え、合ってないけど。前回より2分の1なんだけど。いや、お前、マジでやばいぞ。しかし20%なんですよ。休みの人間なんか知らないから。
でキャノンね、ヤルさん5000円了解してもらえますか。飲んでるやつなんか知らねえよな。そう、まあ、ちょっかるなお前な。持たねえよ。も小銭いや言うでしょ。あ、でもすごい、はい、小銭がないから小銭入れるためにじゃあれ普通でも人間だからサイボーグ人間だからサイボーグで調子すんじゃないの。ふざけんなよ。ガンが違うの。そうそう、ガンが違うの。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 昭和だよね。昭和だよね。昭和だよね。今の時代が変わった。いいね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 。下に帰るやばい。あと一回。YouTuber で聞くのない。5万弱ぐらい。500万円。大富豪や。5年未来。ありがとうございます。俺でも言うてね、最近だったら。名前分かった。やっぱ。じゃあ、その子に関しては契約。その子に関しては認める。見た目はね、その子、ね、なそこ夜ぐらい、夜ぐらい顔めっちゃ赤いよ。若いっすね、金髪っぽい感じになったね。あれできてないな。そうですね、ちょうどじゃないか。目が分からない。ちょっと仕事で一番可愛いのは、お前も可愛いわ。頑張ります。いや、まあ、よく言うな。女
おえ、知らないよ。これは予備に入れとる。あれだよね。あ、そっちが予備。あ、これが十本目だった。え、九本だよ。狭くね。いや今九本目です。来週誰かが五杯分誰かください。はい、ごめんなさい。入れます。ごめんなさい、先払いでございます。マジで？すいません、ご配分もらいました、ありがとうございます。ありがとうございます。わー、ごめんなさい。あ、これやつか。あ、それもこれやつか。あ、これ予備なんだ。予備だ。カメラ見える見える。5本じゃないやつなんで、5本のやつか。5本で開けるバージョンでやってるらしい。あ、5本で開けるやつなの。あと5本入れればセーフ。マジ。でも、もう入ったらしいですよね。飲んでいいの。もう飲むしかない。あやめ入れるから。でかけえな。まず自分に言います。自分に言います。だって開けた理由もね、多分自分が見てたんだよ。で、課長さんが今入れようか。さすがすぎる。うえー、容赦なく入れましたね。あのグラスに全部聞いてから。おー、すごい、がっつりいったね。仕事始まる頃には匂いが消え、皆さん A 型じゃないですか。A 型です。なんかね、決まりが行きすぎる。私の A 型です。抜けたら金、バイサイル A 型変態でしょ。まあ、してるべきだ。絶対変態だと思う。ヤンキーヒーローになったら、そんな襟紫のシャルベルで。これなんかすごい。ピンク見れて、村さんじゃないですか。村さんだよ、村さん。またちゃんとそのまま出てるから。すいません、すいません。
多分続編があれば出る。制作とかだよ、制作。いや、メリージェイ、すいません、すいません。じゃあ、今、あの、トサルの方が今、発見しちゃった瞬間に、あの、そうだったんで、調子に合った。あ、困りました。あの、俺、オタツ、調子のアート席なんですよ。で、9000の 20%。 あ、じゃあ、1万8000円、1万800円になる前から1万800円ですよ。はい、わかった。で、俺、今日これを信じればいい、これを信じればいい。で、1万8000円、やっぱな。9000の 20%。 あ、そうですよ、1万8000円、めちゃくちゃだよ今日。俺、酔っ払いしてる。酔っ払いしてる。
いやいや、私が閉店作業してる。しょっちゅうやるんですよ。シャンパン倒したこともある。すいません、すいません。怪我ない。怪我とか大丈夫。怪我ない。変わんない。林さん、グラスさん、氷入れてます。怪我してるんですけど、グラスさん全部引き取ったんで、今、渡したんです。あ、大丈夫です。お酒はみんな行ったらしい。すいません。怪我がなければ。ここ置いとく。ぶっちゃけ言うと、俺の肘が当たって、破片とか大丈夫。バサッと行っちゃったんで。また、これで私が枕営業の話をしたからです。せーの。枕な。枕な。エロで枕営業の話をしたから、エロで枕営業の話をしたから、音で仕事取ってんのに枕することある？ねえ。はい。これやめて。すごい肘が当たってこぼしちゃった。これは。いや、そんなにしてるんだよ。信じろ。そうね。信じろ。
だって3人聞いたから俺キャラから性格になったんで、ちょっと分かりやすく計算したから、俺がエロキを始めたこいつが話したのはおかしいですけど、そうそう、エロキを言うしたら時間が入るんじゃない、それは分かります、分かる、分かる、分かる、こっちはヤスさんデカ長さんがさっき5杯追加したって、あ、そう、あのね、シマリちゃんがうっかり開けてしまった、シワシワ、これ10杯いったの、9.5 です、 9.5、 あ、8.5 か、まだいい、ダメだってんの、え、だってあれ、あれひまちゃんのために入れてくれてるんだから、あ、そうね、あの、ひまりさんにやるねんで、この、持って帰ってる、持って帰ってるか、いや、あの、あと一本やらないと、ね、ひまりさんの美咲調子で、美咲調子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 、いざと、もう時間が僕のあれです、ね、開けないといけない、ごちそうさま、あの通販でグラスもありがとう、割らないように大事にします、ごちそうさま、ありがとうございます、いつもいるけど、じゃあ、本来の9本目が開いてないんで、9本目開けます、あ、違う、ダメだから、さらにさらに、これは、来週の時なんて言われるけど、ひまちゃんのためにいただいた1本なんで、いただきます、開けちゃうの、マジで、やめとけやめとけやめとけ、ありがとう、チキピ、チキピの次回をお楽しみに、絶対聞いて、10本目じゃん、10本目、すごい、もうびしょびしょ、え、大丈夫、びしょびしょ、外れた、びしょびしょ、肌もびしょびしょ、いや、ホルマスないもん、いや、これはあのひまちゃん、本来ひまちゃんのためにもらったあのボトルなんで、今日開けないといけないんで、いただきます、今、え、じゃあ、そこのとこからとホルマ読めたら、お前死ねえな、今来てるよ、俺言うたらよかった、読める、海は住んでいるから、俺だよ、写真はダメ、おー、もう何だお前、それは、ちょっとやったから、先だけ読めない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 、写真撮って、いや、ダメって言って、あとは、チキの説明が来る前に控えてる、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 もらいに来ました、はい、ちょっと待って、俺、あと俺個人的にはあと3本あつさん、ワインまだあります、ね、あります、あります、リアル誕生日だよ、おー、佐々木さんのバースデーまで、あ、誕生日だよ、誰を、誰を、誰を、あげてあげてあげて、ダルさんからです、誰か死にそうな人、あそこのマスクさん、どうぞどうぞ、ダルさんからさん、あと死にそうな人いる、みんな結婚してる、まだ大丈夫、テレさんは今日飲めるということで、俺先週誕生日やった、おめでとう、キャンナさんお誕生日、パッ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 、今あ、ちょっと待って、はい、乾杯しよう、いや、今すっぴんじゃん、イエーイ、乾杯したらグッと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 参りました、待って、待っていいじゃん、すっぴんだよ、めっちゃ綺麗じゃない、いや、ありがとう、ありがとう、え、めっちゃ余命しか、やべ、この声優さん、この上、はいはい、おたっとって言うの、あ、おたっとって言うの、さなぎさん、頼むわ、さなぎさんの誕生日まであと2分、めっちゃ綺麗じゃない、
始めようと思って、そう。だからあのお金払うで遊びに来て。いいよ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 。オカマバーの代金で。オカマバーでいいよ。あじゃあ。高いから、ね、高くて、ね、そのボトル入れていいですか。しかも飲むからね。こいつね。じゃあそれで。いやまた遊びに来てください。お願いします。お願いします。またハーハーリしたいです。あと1分。斉藤さんありがとうございます。また。かけながら応援してもらいます。かけじゃなくて。かけじゃなくて。かけじゃなくて。お願いします。この応援するんだよ。いっぱいだ。大変しまーす。斉藤さん、誕生日おめでとう。斉藤さん、誕生日おめでとう。アプリコットなんですよ。アプ
アプリコットの国からもらったやつからね。あいつ、あいつのクレジット状態もっとここまであいつからね。すごい塗ったんですよ、ここだって背中もさ、そんなことないじゃん。ほら、きっちりやってね、ここ全然だから童貞殺さないよ。肩は、肩は今日の集まりの中で一人、あの、これスーパーあれですよ。何出てこない言葉。あ、違う違う、語彙力、語彙力がないオタクになってる。死んでる死んでる。あの、めっちゃ弥生さんを可愛いからいいのそれで。ほんと、イエーイ。弥生様の言うことは絶対。ひまりし、どうしました。顔から分かるかなと思って。ひまりし乾杯。ひまりちんと言ったらビールのイメージだけ。いや、ビールです。基本ビールです。ひまちゃんのためにビールいっぱい仕入れたんで、また来てもらえます。お願いします。というか、だから出張声優バーで、結構ガチでビアガーデン、ビアガーデン、あー、いいかも。イベントする。ひまりちんを囲んでビールを飲む会。ひまりと早瀬と飲むビアガーデン、夏開催。夏にぴったり。夏ビアガーデン。蛇口ひねればビールが出てくる。そう、あの、もう勝手についでいってもらう。僕肉ばっか食べてるね。どんだけさ、川島さんは呼ぶのはちょっと難しいと思うんだけど。いや、ワンちゃん。いや、厳しいだろ。時間取るんだ。それバナナに許可取る。いや、あの、いや、関係ないけど、バナナは関係ないけど、夏とかでさ、疲れてたらワンちゃんいけるじゃん。なんか判断能力ひどい、ひどい。そう、あ、言ってもいいかな。なんか単なる飲み会かな。うん、じゃあ、声優バーにアンツハナは遊びには来ないけど、あ、ゲストには来ないけど、遊びには来る。まあ、それはしょうがない。いいわ、はなちゃんとは比べて飲むからいいかな。ひどいね、焼肉ね、ひまちゃんと私とそんなひどいこと言われたんだよ。聞いて、聞いてください。はなちゃんとやちゃんと私3人で焼肉食べる、新宿で焼肉食べようっつって、いや、あ、そっか、焼肉かと思って夜行ったら、なんでフルメイクで来てるんですかって。えらいですね、食べれたんで。えらいねって、虚しくならないんですかって。じゃあ、ほんと申し訳ないんだけど、私とアズがすっぴんで行ったの。そう、よかった。いや、ややちゃん、お肌きれいだし、かわいい、かわいいね。何もしなくてもかわいいんだけど、大体会った時に、会った時からいきなり眉毛をかけ始めるパターンが多いんだけど、眉毛ないから、そこ、眉毛ない。言うてみりゃ、出られる顔なのよ。眉毛ない、眉毛ないんですよ。あの、大体眉毛ないの。作ってなくても出られる顔だ。ナチュラル派よ。はなちゃんもゆうちゃんもナチュラル派だ。いや、私もナチュラル派だ。ナチュラル派だけど、いや、マジでそれで虚しくならない。虚しくならないんです。虚しくならないんですかっつって。いや、だからそんな真っ直ぐな目で見られたら私は何と答えればって思って。しかもその後あれだからね、ゆうちゃんダメだよって切れ出したからね。そんな優しくするから私たちみたいなクズが育つんだよって。ひまりちゃん巻き込まれてんの。クズ、クズに分かんない。私は自由にしたらっていうスタンスなのにさ、無理。何の話か分かんない。私はただ、あの、一応ね、ひまちゃんもあんずも仲いいとは言え先輩だし、焼肉といったらね、肉焼いた方がいいかなと思って焼いたわけですよ。そしたら急にあんずが切れ出したんだよ。あ、そう、なんかね、いや、人がいいのよ、ややちゃん。人がいいから、ややちゃんダメだよってめっちゃガチ切れされて、ちょっと焼いてる肉ちょっと止めて、キョトーンでして。でもね、優しいややちゃんね、できる子だから、トングでね、すぐ焼けてる肉は全部配ってくれるの、皿の上に乗せてくれる。とりあえず今焼いてる肉は、あの、消費するんで許してもらえますかみたいな。なんで、なんでの、なんで怒られたんって思ったら、そんなね、エアちゃん優しくするから私たちみたいなクズが育つんだよって言って切れられて、私たちみたいなっていうところにまずひまりちゃんが生まれてるじゃん。そうなんだよね。よくわかんないけどね、すられたもんね。そう、えっつって、あーなんか言ってた。私たち自分たちで肉焼けるからって言われて、そうそうそう、ホルモン自分で焼けるからっつって、俺のペースで行かせてくれっていうノリだったよ。すいませんでした。聞いてないんだ。え、なんか、あの、
先輩たちだから一応ね、仲はいいとは言え、殿の焼き、殿の肉は懐で温めておきましょう。そうだから、やだ、超やだ、草履と一緒に温めておきましょう。死んじゃう、死んじゃう、最近で感染する。人肌の温度ジュッつって、それはヒロなら、いやまあヤウちゃんが人が良すぎて心配だよっていう話を、そう、僕はあの紐製造機なんで、そう、いや本当本当危ない危ない。私出会い頭にね、小宮さん、小宮さん、あ、あのスタジオの人、ちょっとやばい、やばい、やばい、人のこと言って、言うじゃん、やばい、やばい、今の、大切なの、俺じゃないっす、あの、疑ってる、大丈夫、大丈夫、タイミング、俺じゃない、戻ってきましたけど、いや、割れても金で解決できるんだけど、じゃあ、まあいいや、ちょっとあの、怪我はちょっとあの、ちょっとなんか、保証、あの、保険で解決して。分かった、来週補充用のグラスを2人で買って、次は何グラスがいるのかなと思って、あ、全然大丈夫、今タイミング俺帰ってきましたけど、俺じゃないっすね、ほんとにマジで疑ってない、怪我がなければよく俺疑いかかるんだよ、最近死んでるよ、ジュジュちゃんは死んでる、次来る時補充用のグラスを2人で買ってくる、いや、宿題、あの、今こうやったらたまたまたぶん体重がかかって金で解決は生々しいよくある、生々しいと思いましょうが、いやでも金で解決するんだな、基本金で解決ですよ、揉め事は金で解決できる、俺にもう10万ぐらいですもっと良くなってたシステムが読めなかった、誰さんやどうかな、分かる、コップなくなったら、すごいね、コップなくなったらね、あ、もう帰っちゃったけど、ユーのアンセットさんが、割れたら、割れたら、誤差じゃない、割れたら、ユーナーさんが。すいません、ありがとうございます。割れてなかったらセーフみたいになってセーフ。発電が発電施設の制御システムで。割れたを緊張してんすよ。ちょっと文字がありました。割れたらユーナーさんが差し入れてくれるので、助かってます。住友科学と。そうそうそう、オールシェアの方で酔っ払いで、俺の今、合同出資してる。そんなのは仕方で。天然液化天然ガスプラントの制御システム。じゃあ、じゃあ俺マイニャンは、マイニャンはちょっとあの夜はね、呼びたくないんだよ、声優バーには。あの、なんだろう、マイニャンはとりあえず画面ボックス作ってお客さん向けに子供と平和に過ごしてほしい。いや、俺ガス重大プロジェクト事業員、俺が何かミスったら四国の人はちょっと電気なしで生活する。ストレス溜まった、マジかよ、ストレス溜まってるの、ぼったくりだって思われた、優秀なスタッフがいる、優秀なスタッフがいいよ、これあるよ、割れた音がしましたね、すいません、あの今落としたんですけど、もう一回言わせていいですか、ダメだよ、俺じゃないです。だから俺グラス持ってますから、知ってます、俺じゃないっす、あの俺はビキニしない、そうなんだよ、ビキニはしない、割れた音がしましたね、まあ怪我してなかったらいいよ、次のお土産はじゃあニトリでグラス、あのワイングラス、そろそろ僕たちソルバックの僕ビニール袋使う、この段階でソルバックね意味ないと思う、え、嘘、いつ、いつ飲むの、飲み今でしょ、今でしょ、もうだいぶ古いけど今でしょ、何をしてもらうんですけど、今じゃない、今じゃない、今や南、今や飲んでんの、酔っ払いだね、面白い、私も飲む、ねえ、カンペ大社、ちゃんと振って、カンペ、カンペ大社、チンチンチキチンチンチンコ、いや、もう一つ言わなくていい、俺じゃんねん、わかりました、苦いんだけど、苦いんだけど、あ、ゆいのー、ゆいのー、ゆいのー、ゆいのって誰、
私の好きな子かわいいね。酒飲みの子なんだよ。全然説明になってね。おきつねゆいなんです。ゆいのめっちゃエモい。めっちゃ濃いすごい。いやそれはまずいわ。久々に飲んだけどこれ効くね。まずいから胃がスルスルしてくる。ちゃんと効く。胃プラスこの段階で飲んだことがない。なぜなら酔ってないから。二日酔いになったことない人大丈夫。もっとあれよ、ベロンベロンになったもん。やめたってその理由から全て言うから。ベロンベロンになったもん。軽い。でも本当皆さん酒で大丈夫。あの今12時14分よ。はい、返答します。12時は僕たちは軽率にあの金の力でタクシーを呼ぶんで帰ります。そう言うてね、言うてどうにかなる組なんですよ、ここは。売り上げ万歳。おかげさまで、おかげさまでタクシーで帰ります。最悪ね、歩いて帰る。死んじゃう、死んじゃう。何時間かかるけど歩いてますからね。何がいい、仲間として仕事はしてるから。まだ金になってない。タクシーで帰ろう。仲間として頑張ろう。え、何になるの。私ね、開けました。え、なったんじゃない。なった、全部絡んだ。食事がね、先ほど開けましたよ。さりげなく、さりげなくひまりちゃんが開けました。ちょっと開いてます。だからみんなで一緒に頑張ろうって。終電やばいとはね、もう閉めてるからね。はい、じゃあ閉店します。じゃあツイキャスも終わります。あ、すいません、あのすごいあの30分延長のモダクトって終わります。いや最高の誕生日だね。それもあったね。あ、でもね、前昔より上手くなって。あ、そうだ、昔もっと上手。昔ね、それもクソだった。あのね、私飲んだら毒だと思ってたんだよ。ソルマックするぐらいなら、そう、潰れてるぐらいなら、あの救急病院を極端。それぐらいある。尿道にね、カルテル入れられたことある。尿道はないけど。尿道にカルテル経験ないの。ないけど、あの大腸内視鏡検査のほら、なんかあれあれ飲んだ時に、はいはい、本当にしんどかった。はい、若者アピールいいですよ。でも偉いんだよ、イヤちゃんこう見えてちゃんとしてるから健康診断。じゃあ僕公爵なんですよ。そう、なんか分かってんだよね。色白いし肌綺麗だからね。僕あの健康的に見えて病弱なんで。そう、気をつけてる、気をつけてる。あの年間医療費10万余裕で超えるんで。いやでもそれぐらいのがいいよ。元取った方がいいんだよ。元取って。そう。じゃあ閉店します。閉店しよう。なんかありがとう、ありがとう。いい薬です。薬いい薬です。メスになっちゃった。まあいいか。いい薬メス。健康診断やってんの。ファンとしてどうですか。オッケー。あ、プリンツさん大丈夫なの。あー、プリンツさん今日いつもより飲んでねえ。プリンツさんは酒しょろいから大丈夫。変わろうと思う。完全にこれ。バイバーイ。酔っぱいのコメント飲んで。バイバーイ。バイバーイ。またひまりちゃんに来てもらえるようにみんなお願いします。飲んでください。お願いします。飲みたいです。